戦国自衛隊は、半村寮の同盟の SF 小説を原作とする劇画、田辺節夫の作画によるもの、森秀樹の作画によるものがある。田辺節夫の作画による戦国自衛隊は、1975年6月から1976年2月まで、秋田書店の雑誌、プレイコミックに連載された、原作に忠実な劇画家作品である、本書は、 1979年発売の秋田漫画文庫。1998年のセブンコミックス発売を経て、2003年には続編の発売と同コンビニコミック版の販売に合わせ、コンビニコミック版が上下2巻発売された。また、2008年にセブン文庫で発売された。劇中のセリフに川崎堀のうちのトルコよく通ったもんだがというものが、 あったが、後年に発売された版では、川崎堀のうちのソープランドをよく、通った問題がに差し替えられている。これは、トルコフロ問題による配慮である。ストーリー自衛隊は、北海道と能登半島の一部に、敵の圧力が加えられたという想定で、日本全国を舞台に大演習を行っていた。新潟県と富山県の県境を流れる境川の河口には、 臨時の野戦補給所が設置されていたが、突如先行と共に爆風と地震が、河口の岩場にいた補給部隊を襲い、伊庭義明三位ら自衛官30名は、戦国時代へ飛ばされてしまう。伊たちは、越後の長尾影虎との一時交戦を余儀なくされるが、影虎との決闘に勝利した岩は、攻撃を受けない限り戦う意思はないことを告げ、和解する。 影虎との会談を経て、イバたちはこの世界が自分たちの知る、戦国時代ではなく、微妙に異なるパラレルワールドであることに気づく。影虎も自衛隊の武器の火力に目をつけ、敵対するよりも味方とした方が良いと判断し、食料などの援助を約束する。イバたちが近代装備を駆使し、影虎が小泉越後守を倒したことを手始めとして、いつしか自衛隊は、時 または、トキ州と呼ばれ、近隣諸国の大名たちから恐れ得られるようになる。しかし、海進撃を続ける自衛隊と一五軍の前に、海の武田信玄が立ちはだかる。伊庭は、仲間の死体を乗り越えて押し寄せる武田兵に死を、覚悟するも、援軍のおかげで命拾いし、最後は信玄を影虎が打ち果たして決着がつく。その後、自衛隊の武器は、姉川の戦いを最後に、 燃料や弾薬が尽きて使えなくなってしまうが、加納和氏をはじめとする、元吹家単員が省エを用いた通称、加納法なる大砲を開発する。この時代には十分な破壊力を誇る、その活躍もあり、時州の改進撃は続いた。そんな中、久々に岩と合流した影虎は、自身は、朝廷から、関東管領の地位を配慮すればそれ以上は望まず、 天下統一事業は岩に任せると明言し、天下人として自前の城を築くことを進言する。岩の方はあったことのない細川藤高を朝廷との橋渡し役に依頼することを進言し、影虎は念願だった関東官令の職を配慮して越後に引き上げ、これをきっかけに岩も藤高との結びつきが強くなっていった。築城に関しては、 栗林真五市改めには長秀に任せるが、史実の織田信長が気づいた、安土山に、自分たちも城を築くという状況に思わず、笑った伊岩は、あえて史実の安土城下同様の町になるよう、注文して、畜城を長秀に一任する。やがて、伊岩は、美濃大垣城での加納和氏との会話から、自分たちの行動が自分たちをこの世界に運んだ、何者かによって決められたものであり、 失敗しても、必然。成功しても、必然という境地に達する。永六年、北陸は、安土で退屈を嫌った、島田和秀三層が乗り込み、越後、越中は、長岡ゲトラが治め、東海地方は、直江文吾改め三河文康、四国方面軍はには、長秀を葬式に、三田村三層はじめ、海事三名が、サポート。中国方面は、 石庭畜衆が連戦連勝の快進撃という状況だった。だが、妙蓮寺に宿泊していたイバたちは、細川藤高の大軍に襲撃される。隊員たちを次々と殺されていくイバは、最後の時が来たと感じ、寝室にこもると拳銃を頭に当てて、引き金を引く。その時、まさに銃口から発射された弾丸が脳髄を貫く、瞬間、イバは、 ここが史実での本能寺、細川藤高が、明智光秀、島田和秀三層が、柴田勝家、石帝竹秀が、橋場秀吉、庭長秀が、庭長秀、三河文康が、徳川家康、長岡ゲ虎が、上杉謙信、そして自分が、織田信長に相当し、異なる歴史を歩むはずだった。この世界を史実に創用修正してしまったことを悟り、 炎の中に消えていくのだった。登場人物登場兵器、武器この他にも、冒頭の演習シーンで61式戦車 F-4 ファントム2、秋月型護衛艦が登場する。続、戦国自衛隊は、田辺節夫によって描かれた戦国自衛隊の続編である。ストーリーはオリジナルで、現代の自衛隊が関ヶ原の戦いに再びタイムスリップするという内容である。 2000年から書き下ろしで世界文化社から発表された。2008年時点で累計179万部を売り上げている。自衛隊が豊臣方、アメリカ海兵隊が徳川方に参加しているという形態をとっている。作中では現代も過去も二十数年が経過している上、前作の三田村三荘本人や島田三荘の維持も登場し、タイムスリップした武器及び、 兵器の性能がかつてより上がっている分、さらに過酷な戦いが展開される。単行本前八巻外伝で、一、二巻は関ヶ原の戦い、三巻から七巻は大阪の陣を舞台として、自衛隊が豊臣方、米軍が徳川方に加勢して、戦いを繰り広げる。最終第八巻は時代が一気に十五年以上流れ、島原の乱を舞台として、 生き残った自衛隊員が一気側に加勢して最終的に玉砕するまでが描かれる。映画戦国自衛隊1549の公開に合わせる形でアリババコミックスから連価版をまとめた関ヶ原市等編大阪城工房編1大阪城工房編2の3巻も発売された。さらに2008年に入り同じく世界文化社のセブン文庫より新規原稿を 追加した完全版が発売された。この過失により、続、戦国自衛隊では初めて自衛官の登場人物より、戦国自衛隊のセリフが発せられた。2012年には、前日の、関ヶ原市等編に、関ヶ原外伝の原稿の一部を加えて、再編集した、スペシャルエディション上、スペシャルエディションしたが、コンビニコミックとして販売された。 本作は初刊単行本が続刊継続中であるにもかかわらず、新規ページの追加やコマの配置変更、セリフの変更などが施されたコンビニコミック版が発売されるという特殊な形をとった。追加されたのは主に本編に影響のない戦闘シーンや後の展開の伏線、宮本武蔵がアメリカ海兵隊との戦闘中に二刀流を編み出すというエピソードなどである。 結果としてページ数はセブンコミックス版よりも大幅に増加した。冒頭のシーンや隊員たちが MRE を食べている時のシーンなど執筆当時の世相を反映してエピソードが追加された。一巻の発売から関ヶ原外伝発売まで約8年という長期に及んだため、作中に登場する兵器や武器、装備等にも影響が見られる。 漫画原作者の宇治谷順によってノベライズされており、同じ世界文化社から新書版で、俗戦国自衛隊全六巻が出版されている。冒頭は、劇画版に準じているものの、劇画版に登場しない人物も多く、劇画版に登場した人物であっても設定が異なる例が見られる。関ヶ原の戦い以降の展開は全く異なり、結末もオリジナルとなった。 ストーリー以下の各編の名称は便宜上のもので、正式なタイトルではない。タイムスリップ前作同様に、タイムスリップの理由が、元の世界とは違う方向に歴史が進んでいく、別世界を元の世界に類似する方向へ転換していく、歴史の修正となっている。前作では、タイムスリップした自衛隊を率いる岩義明3位が、織田信長の役割を演じることとなったが、続編では、 関ヶ原における、島佐根、大阪の陣における、真田幸村の役を演じることとなる。だが、アメリカ軍の介入によって、元の世界との歴史の乖離が激しくなり、自衛隊員の一人、有利会市長は終盤に選出する際、歴史の修正なんかできない。新しい世界を創造するための起爆剤ではないかとの、セリフを口にする。しかし、自衛隊員の生き残りとその息子が、 島原の乱に介入し、天草四郎や史実における島原の乱の首謀者を演じることで、再び歴史の修正へと動き出して、物語は終幕する。タイムスリップ発生日は、西暦 200X 年6月20日、日本海舞鶴沖。海上自衛隊の輸送艦をお住み、及びアメリカ海軍の強襲揚陸艦 SX が1600年へ飛ばされるが、 エセックスは、大隅より1週間早い時間陸へ流れ着いていた。作中、エセックスに乗り込んでいたアメリカ海兵隊が、アメリカ陸軍が採用している R-64D を使用することになるが、当初は、フィクション作品としての演出とされていた。後の外伝では、陸軍の装備を特別に海軍が輸送中に、タイムスリップし、海兵隊が使用することになったと描かれている。 また、セブンコミックス版観光当時は、R-64D は自衛隊に導入されていなかったが、後年の完全版などの発売当時になると、自衛隊にも導入済みだったため、カラーリングの違いから、米軍機だと判断するセリフが追加された。タイムスリップに伴い、大隅は、機関室に亀裂が生じて浸水して、ブロック閉鎖を行ったものの、後に沈没する。エセックスは、 右限外反に4メートルの穴が開き、燃料タンクに亀裂が入るなどの損傷を受けるが、ダメージコントロールにより航行に影響はなかった。自衛隊側では、タイムスリップした隊員は、陸時119名、海時43名だった。アメリカ軍側では明確な描写がないために不明だが、タイムスリップによる行方不明者は362名で、特に、 エセックス右縁に開いた穴のブロックにいた陸軍兵士のほとんどが行方不明とされる。両艦ともに艦艦を境とした上下で生存が分かれ、大隅は環境や艦艦にいた隊員が行方不明となり、エセックスも艦艦にいた兵士たち、コブラやシーホークの前期、さらに CH-46E が3期、消失したとされている。双方の艦の損傷については、 タイムスリップに際して SX2 をお住みが右辺側から突っ込むように衝突したことが影響したような描写がある。自衛隊側は原住民との武力衝突まで大部分の隊員がタイムスリップした事実に気づいていなかった。このため襲撃直前に警戒態勢を敷いたものの12名が死亡して11名の負傷者を出している。アメリカ軍側は即座に AV-8、 ビーハリアー2による偵察により、当初から官庁以下をもなった士官たちは、タイムスリップした事実や情報を共有している。世界観作中で、大賀511等陸層が、どうせ歴史じゃ、豊臣が負けるんだから、大野に教えてやればいいと提案した際に、前回タイムスリップした自衛官の生き残り、三田村里八83等海層は、歴史を教えれば、我々は殺されると止めた。 彼の証言によると、前作ラストで描かれた通り、時キは、天下統一を目前にして、明蓮寺にて、伊庭義明三島陸以来多くの隊員が、細川藤隆によって撃たれてしまう。石地区州と共に、中国路二た三田村ら数名の自衛官は、自らの小海艇を用いて、軍船を引いて取って返すと、トブ合戦と称して、細川藤隆を倒し、天下を統一する。 その後、生き残った自衛官が自分たちの知っている歴史を武州に教え、武州はその歴史に従って、豊臣秀吉と改名し、他の大名たちに対してもその立ち位置と照らし合わせ、自衛官たちが知っていた新しい名前を名乗るよう命じた。しかし、隊員の中に、秀吉の一族がいずれ家康に敗れると余計なことまで漏らした者がいた結果、 その噂が広まるのを恐れた秀吉は、時周狩りを開始する。時周狩りによって生き残った自衛官は次々と撃たれ、辛くも逃れた者たちは、散り散りとなる。時代に根を下していた、柴田勝家こと、島田和秀三島陸相は、息子の島田和家を残して、静ヶ岳の戦いで戦死し、三田村三相は全国を逃げ回ることになる。若は、 静岳の戦いに従軍していた大谷義継によって密かにかくまわれ、柴田の姓をはばかり、島田姓で育てることで難を逃れた。時州の与えた影響は大きく、その人通力とも言われた圧倒的な火力や機動力は多くの大名たちの威風の対象となった。また、大阪の陣が終わり、米軍が壊滅すると、徳川政権は生き残った米兵を躍起になって、 抹殺し、戦車をはじめとする、近代兵器の残骸を、海への陶器や、地中深く大量の塩と共に埋める。さらに、各大名にも、乙義衆や、バテレン軍のことを一切書いても話してもならぬと、通達し、その存在を、徹底的に歴史から抹消した。登場兵器、武器は、タイムスリップせず、序盤のみの登場。戦国自衛隊続、戦国自衛隊年月日は、 初版のもの。ノベライズ森秀樹の作画による戦国自衛隊はリード社のコミックランツインズ戦国武将列伝で2014年2月号から2016年8月号まで連載された後、同社のコミック乱造館鬼兵繁華町総集編へ移籍し、同年8月から2017年2月まで4号に渡って連載された。 主人公の伊庭義明など一部の登場人物の名前や彼らが戦国時代へタイムスリップすることは原作と同じであるが織田信長本人が登場するなど完全なオリジナルストーリーとなっている。本作では伊庭たちが現代への帰還の可能性にかけて介入することにより本来の歴史が意図的に改変されている。またタイムスリップしたのは 現代の自衛隊だけではなく、さらに、大昔である白秋から、恐竜、ペロキラプトルモイットをタイムスリップし、自衛隊の戦いぶりに共感して参戦する。結末もオリジナルで、本作は序盤を除いて、ほとんどの隊員が生存して終了するという、それまでの作品群とは大きく異なるものになっている。なお、作中で描かれた結末は一つであるが、終盤の居場のとある、 決断により分岐したもう一つの結末が存在することが語られている。自衛隊の元いた現代は21世紀とされており、重式戦車など執筆時点での最新兵器が登場する。東富士演習場にて演習中だった陸上自衛隊の大部隊は突如起きた時心により大量の補給物資や近代兵器とともに400年以上昔の 戦国時代にタイムスリップしてしまう。食料にも限りがあり、生き残るために行動した自衛隊は夜空を通る 1582J1 水星から自分たちが存在する正確な西歴と本能寺の変が近々起きることを知る。織田信長の命を助ければ歴史は大きく狂い、その反動で現代に戻れるかもしれないと考えた岩義明さんと陸は、 本能寺の変に介入することを決意し、彼の指揮で自衛隊は信長を救出する。しかし、明智光秀を自ら射殺した信長は、自衛隊の近代兵器の力を見抜く土地に埋まっていた他の兵器を次々と入手し、その驚くべき力によって世界政府派の野心を抱くや、その最大の障害となる自衛隊と戦いを繰り広げる。本作に登場する織田信長は、 俳優チャールズ・ブロンソンに告示した顔に描かれており、作中で、信長が口癖のごとく発するセリフは、ウーン・マンダラと1970年代のマンダムのテレビ CM 中で、ブロンソンが発していたフレーズ、ウーン・マンダムのパロディとなっている。俗、戦国自衛隊に関するカテゴリー。ありがとうございます。